回からのキオフローは小塚和樹選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年ぶりなんですよ、キオフロ登場。どうですか、うん、そんな経ちましたか。あの時もポーズしてもらったんですけど、覚えてもらってるんで、はい、じゃあ一緒にやってもらっていいですか。はい、はい、いきますよ。それではキオフロスタートです。ありがとうございます。覚えてなかったですね。前回2人でやってもらったんですけど、覚えてます？いいですか。あ、それ覚えてくれてます。やっぱそうですよね。はい、知念選手と仲良かったんですけど、はい、深川選手も仲良かったじゃないですか。はい、3人合わせて 3K って呼ばれてたんでしょ。そうっす、なんか庄司さんがそういう風に言ってくれてて、まあ、全員あれだなみたいな、うん、3K だなみたいなって言われて、うん、K、和樹、光輝だったんで、うん、はい、ちょっと一人いなくなっちゃって寂しいですね。そうっすね、まあムードメーカー的な存在だったんで、うん、すごい、はい、寂しさはありますね、やっぱり。塚川選手と連絡取ったりしてます？いや、しょっちゅう来ますね。やっぱ今彼も乗りに乗ってるんで。FC 東京対マリノスの試合で、塚川選手は FC 東京の選手として当然出てるんですけど、優勝争いをしているマリノスを相手に点を取ったっていう、そういう構図に。はい、この試合の日は LINE しててかましてくるわ的なことを言って試合に行ったんですけど、まあ、まさにかましてくれたなっていう感じでしたね。で、今は知念選手と2人でいることが多くなったんですか。まあ2人でっていうわけではないですけど、うん、コウがいなくなっただけでいつも通りな感じです、クラブハウス内は。なんかそれ以外とかって仲がいい選手って誰が結構こう絡んだりするんですか。まあでもヤスコとかも普段すごい喋りますし、ほうほう、あとは下の世代、ダイヤ健と、うん、結構幅広く、うん、はい、まあ、休日一緒にゴルフ行ったりとか。ああ、まだゴルフハマってますか、やっぱり。そうですね、まあでもまあこのコロナ禍なんでなかなか行けないですけど、うん、行けるチャンスがあればやっぱみんなで行きたいなって話はしますね。前スキフロでお話聞いた時、80代でベスト1回だけですよ、でも、はい、今は今更新されました、まあ、うん、この前が100とかだったんですかね。いやでもなんか正直その後100とかなってるんだったら、その奇跡もう起きないかもしれない。いや、起きないです、起きないです、マジ。あと、それで言うとごめんなさい、スキフロのその時の予選ゲームやってたじゃないですか、はいはいはい、ピッチも使ってたな、はい、あれはだいぶ谷口選手の方がテクニック上でしたよね。はい、はい、そうっすね、負けました。コウズ、こっち危ない、こっち危ない、大丈夫。そんな人じゃねえ。3メートル手前ぐらいに落として、あとは転がってってくれるかなっていう計算です。戦略がいいですか。はい、いいんじゃない。めちゃめちゃ、あ、でも、あ、めちゃめちゃ、あ、よしよしよし、めちゃめちゃずれてるな。あ、でも全然遠い、距離感はもう距離感バッチリ。あ、でかっ、やべ、よし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 、強いな。俺がやっぱキャプテンだっていうとこ見せて。おお、お願いします。うまい近い、うまいです。他なんか趣味とかそれ以来なんか増えてたりしないんですか。今キャンプブームじゃないですか。うん、だから小塚家もちょっとブームに乗ろうかってことで、バーベキューセットを買って、このバルコニーでちょっとしたバーベキューは始めました。バーベキューですよね、それ。はい、そうっす。あ、キャンプっていうか、バーベキューしたってこと？あー、そうっす。キャンプに向けて、まず家で、まあ、バーベキューして、今後、どっかを買って、はいはい、キャンプしようっていう感じです。
めちゃめちゃ準備念入りにするタイプ。やっぱいきなり行って恥かきたくないんで、火がつけれなかったらどうしようとかも嫌なんで。結構慎重派なんですね。慎重っすね。手とかもちゃんと立ってないとちょっと嫌っすね。え、そうなんだ。すぐイライラしちゃうんで僕。いつも怒られます。え、だってあれでしょ、奥さんにはいつもこう何でも言うこと聞くって決めてるっておっしゃってましたよね。まあ、はい、今も変わらずですか？今も変わらず、はい、言うときは聞いてます。え、何変わってる？前は絶対反抗しないって言ってたのに。いや、変わってないです、大丈夫です。なんか小塚選手のことをね、人に聞いたら協調性があるとかすごい出てくるんですよね。それ自覚っていうかあります？自分の性格ってこう自分で分析したらどんな感じなんですか？いやあの、クラブハウスでは結構ね、うん、うるさいから、うん、わかんないですけど、うん、家では全然喋らないんで、え、わーって今日これがあってね、あれがあってねみたいな感じではない。どちらかというと奥さんがそういうそっち系なのかな、うちは、うん、逆になるんですかね。僕が聞く側になるのかもしれないですね。だから家だと静かなのかもしれないですね。ちょっとついでになんかプライベート聞いてもいいですか？奥様って、うん、いつ結婚して何年ですか？僕は18に結婚して5年目だね。18で結婚した？あ、2018ってことですか？あ、びっくりした。23歳の時に結婚された。そうです、はい。ちょっと聞いていいですか？出会いはどんな出会い？たまたまっすね。友達と一緒に来てたっていう感じです。あ、何かで集まった時に誰かが連れてきてた。本当来る予定ではなかったんですけど、たまたま来てっていう感じです、うん。なんかもうちょっと聞きたくなって。20前半で結婚はしたかったんで。って思ってたんですか？まあ、子供も好きだったし、うん、まあ、先輩の家にご飯に食べに行かしてもらう機会がすごい多くて、まあ、新潟人なんですけど、はいはい、うんうん、幸せそうな家庭をいろいろいろ見てきたんで、うん、早く結婚したいなっていうのは思ってましたね。それってなんか若いうちに早く家庭を持ったらプレーにもいい影響があるとか。食事はやっぱり助かってるかなっていう、うん、僕に合う食材を使って作ってくれてるんで、うんうん、ありがたいなと思います。いつもなんか家族仲いいって言いますよね、なんか小塚選手。はい。